子どもたちに海の生き物や水産業に興味を持ってもらおうと、南九州市の海岸で地引き網の体験が行われました。地引き網体験は南九州市の前原海岸で行われ、A 小学校の児童78人が参加しました。みんなで力を合わせ思いっきり網を引っ張ります。おととしと去年は天候不良などで中止されましたが、今年は3年ぶりに開催。マダイやヘダイ、糸引きアジなどおよそ200匹の魚が取れました。楽しかったです。どんな魚がいた？タイ。楽しかった。次はタコ取りたい。次はもっとたくさん取ってみたい。魚が着いた時、みんなで大騒ぎしてたところがめっちゃ楽しかった。地引き網で取れた魚の名前の由来や生態について鹿児島水産高校の先生が教える教室も開かれ、子どもたちは楽しみながら海の生き物について学んでいました。